はい、皆さんこんにちは。今日なんですけど、ダバオでね、ダスキちゃんのおすすめの安くてうまくて汚いカレンデリアを紹介していきたいと思います。はい、そしてですね、最初のカレンデリアはこちらです。前回ね、動物園に行く前に1回撮影に来たんですけど、その説明とかはほとんどしてなかったので、今日は説明もしながら撮っていきたいと思います。こちらのカレンデリアはダスクちゃんのお家からおそらく徒歩3分ぐらいで行けるカレンデリアでございます。まあカレンデリアってね、多分日本語で略すと、まあ食堂みたいな感じの意味になると思います。だいたいカレンデリアのね、卓上にはこうスパイスがね入ったお酢がね並べられてますね。まあ、唐辛子、ニンニク、生姜、ニンニクと生姜だけで作られたお酢で、あと醤油がだいたい乗せられております。はい、そしてね、こちらのカレンデリアなんですけど、まあブラロっていうまあスープが有名なカレンデリアでございます。こちらのカレンデリアはね、結構忙しいんですよね。清潔感はまあ日本に比べるとね、まあはっきり言ってないんですけど、別のカレンデリアと比べた時にね、こっちのカレンデリアの方が清潔感は全然あります。最近なんですけど、まあ僕もちょっとこう少し綺麗めなカレンデリアに行くようにしてます。なぜかというと、ダスクちゃんの友達がなんか汚いカレンデリアで飲食をした後に1週間ぐらい体調を崩してしまい、嘔吐下痢が止まらなかったみたいです。はい、ということでですね、まあ1軒目できました。本当はね、どんなものが並んでるかっていうのを全部映したかったんですけど、もっと至近距離から一つだけ結構でかいコガネムシみたいなやつが入ってたんで、ちょっと撮影はやめときました。なんか結構普通に生きてたコガネムシがね、入ってて動いてたんで、カレンデリアの本質を見てしまいましたね、また。まあ毎日見てるんですけど、こういう本質は。まあ、カレンデリア来たら結構虫とかは意外と入ってることが多いので、まあ、そんなに究極のなんか清潔感を求めてない人だったら全然 OK だと思います。まあ僕みたいな。ただまあね、ああいうのカメラに映しちゃうとちょっと、本当のことなんですけど、まああんまりお店にも良くないかなと思って、まあ口頭でね、伝えてます。まあ僕はこの動画を通してね、いいことだけを伝えていこうとは思ってないので、実際自分が体験したこと、目の前で見たことを、まあ伝えていこうかなと思って動画配信しています。はい、そしてですね、次はこの市場を抜けて、このダバオでね、一番ブラロスープが有名なお店に案内してもらっております。ブラロ、ヒナラン、はい、お店の中のね、料理はこんな感じです。まあ大体こういうね、ショーケースの中にね、料理は入っております。で、まあ僕が一番ここで気にしてるのは、まあ虫がたかってないかっていうことを気にしてますね。それではいつも通りこの醤油の中でね、唐辛子をすりつぶしていきたいと思います。ブラロのフリースープです。このお店でね、一番有名なのはレッチョンカウリって言ってね、この豚肉がパリパリになった、まあ豚の丸焼きピザだから、レッチョンだ、レッチョンだ、レッチョンが悪いですね。久しぶりよ、これ2年ぐらい食べません。一番好き、一番大好きです。うまいです。中までしっかり柔らかくて美味しいです。はい、ということでですね、こちらのスープいただいてみたいと思います。出汁が出てる感じで美味しそう。出汁が出てますね、ちゃんと。フリースープ美味しい。なんか Nothing like in our house, right? これでラーメン作っても全然うまいなって感じの味です。ダバオで一番美味しいみたいですね。タスクちゃん曰くここは。次来た時はね、ブラロ。ブラロ。こちらね、スープがすごい有名みたいなんで、スープを次は飲んでいきたいと思います。135ペソでレッチョンカウリっていう、まあ豚のね、素揚げじゃないけど、まあそういうカリカリしたやつと、ご飯とペプシを1本。美味しかったです。それでは次の場所に行ってみたいと思います。はい、そして次はですね、まあフィリピンといったらアンリーウィングス、まあ手羽先のね、食べ放題のお店に行ってみたいと思います。おー、269ペソ、まあ日本円で多分600円、日本円でね、600円ぐらいでこちらの手羽先のね、唐揚げが食べ放題。
で味もいっぱいあるんですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 そう、20種類。20 different types of chicken wings。 20種類ぐらいですね、味も違うのありまして、まあ、今からちょっと全部食べていってみたいと思います。 So this is very spicy, you think? Yes, sir, super spicy. あ、okay. Yes, one of it first. Can I get one, please? Yes. ダスキちゃんは今までここのお店に何回かね来たことあるみたいです、まあ、別の支店は支店だったみたいですけど、味は同じみたいなんで、ダスキちゃんのおすすめのお店です。楽しみ。 楽しみ。 Wait, this is the firstwing place in Davao. Unlimited wings. Wing Boss. Not this branch, but the other branch. Okay. 辛い手羽先が来たので食べていきたいと思います。うん。うん。酸味が効いてますね、結構。美味しいですか？うん。アスカちゃん、食べ方がすごい。めちゃくちゃ食いました。多分手羽先 800g ぐらい食べたんじゃないですかね。ぜひダバオに来たらね、こちらウィングボス行ってみてください。1人当たり269ペソで20種類ぐらいね、味も選べて食べ放題なんで、とりあえず食べたらまた頼んで、食べたらまた頼んで、満足するまで食べれます。これであのマムかな。 Now is spicy but go on one spicy one spicy? Right. Spicy but go on sauce. Thank you. 食べて。 You think this is spicy one?Just the... どの、like、え、なんか変な匂いするからやけど、これ何、美味しいよ。 What's the smell? 魚の醤油がね、かかってます、ここに。 No, 食べろ。 おいおい、食べるよ、大丈夫よ。 Japanese. I think I don't like it. Oh, you like it, too? No. Why? Why you like umeboshi? It's the same. Yaki soba ぐらいだから酸っぱい。おい、大丈夫よ。酸っぱくて臭いやっぱ。めっちゃ酸っぱくて臭いですこれ。やっぱ無理。ビール、レッドホースいただいていきたいと思います。うまい。はい、そしてね、最後はこちらのお店です。こちらのお店はダスキちゃんのお家の近くで、夜からしか確かやってないお店だったと思うんですけど、人がたくさん来てます。すごく繁盛してるお店です。清潔感もあり、シーフードも焼いてくれて、すごくバラエティ豊かなレストランになっております。はい、お店の雰囲気はこんな感じです。明るくて雰囲気最高です。はい、フィリピンではですね、最初に自分たちでの使うフォーク、スプーンは熱湯でね消毒します。こちらのお店はですね、ちょっと BGM がね大音量でかかっていたので、アフレコでね行きたいと思います。こちらのですね、まああのアサリのスープを頼みました。このアサリのスープなんですけどね、ものすごく美味しかったです。日本の方でも全然美味しくいただける味付けでした。まあ入ってたものはね、白菜、生姜、レモングラス、ニンニク、本当にあっさりした感じですごく美味しかったです。これはいつも通りの鶏の小腸と砂肝です。はい、ただ一つね、非常に残念なことがありました。こちらのお店はアルコールを販売しておりません。だからソフトドリンクだけの感じになっちゃいます。この動画はフィリピンダバオから、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。